松本隆氏は日本の大倉官僚。学位は MBA。元内閣府事務次官。財務省主計局次長。熊本県企画開発部長。内閣府官房長などを歴任した。国家公務員共済組合連合会理事長。日本ボート協会理事。日本財政学会会,会員。日本アスペン研究所諮問委員。日本近代文学館理事。 人文地応援フォーラム理事、民間外交推進協会幹事1952年東京都にて生まれた。幼少期を鹿児島県で過ごし、小学生の時に上京し、筑波大学附属駒場高等学校を経て東京大学に進学した。東京大学では4年間想定部に所属し、留年して1975年に国家公務員採用上級試験と、 司法試験に合格した。翌年、東京大学を卒業するとともに、大蔵省に入省した。1976年に大蔵省に入省した。証券局では、総務課や業務課の課長補佐を務めた。業務課の課長補佐としては、証券投資顧問業法の立法作業を手掛けている。その後、主税局総務課の企画官を経て、主計局総務課の課長や、 主計局の末席次長などを歴任した。なお、主計局では農林水産分野や通商産業分野を手掛けた。その後、内閣府に転じ政策統括官や官房長、事務次官などを務めた。2012年1月十日付で浜野淳の公認として内閣府の事務次官に就任した。弁護士法第5条の規定に基づき、 法務大臣より弁護士資格の認定を受ける。株式会社第一生命経済研究所特別顧問。イノテック株式会社取締役。グノシー取締役。三菱マテリアル取締役。2015年公益財団法人国際保健振興会理事長。2017年9月1日。国家公務員共済組合連合会理事長に就任。ありがとうございます。